シュークリーム少し。あ、そうだ。食べよう。よく思い出したね。今買わない、多分。そう、食わない。マジで、あれになっちゃう。でも、あるかな。ね、本当だ。あると思う。あるかな。え、みんな吸い込まれてく？違った。え、あるかな。みんな吸い込まれてくじゃん。そうだね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ3つください。そう。コージーコーナーのジャンボシュークリームとわけが違う。一番小さいジャンボ。ここまとめて一番小さいジャンボシューならありますって結構パワーワード。そうだこれ。どうだよ。だけど小さい。小さい。逆のデコレーション。はい、ありがとうございます。やった。やばい。ゲット。よし。本当にギリギリだった。もう本当だよ。危なかったよ。これが起きたね。あったよ。え、本当に地元の人でも人気店なんだここ。うん、めっちゃ来る人。行きます。デレドン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 じゃん。これはデレドン。デレドンだ。デレドンだな。やば。やば。うん、そうだね。わ、これ一番小さいでしょ。そう。やば。山じゃん。岩じゃん。ジャンボはこれで1個くらいだね。そう。ね。そうなんだ。あと箱いっぱい。すげえ。映え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 。いや、これは映える映える映える。え、大丈夫？顔の横に置いてくれません？私、顔と比べた写真が欲しい。うん。ももい。顔の小さい代表、ももい。うわ。アイドルっぽい。うん、アイドルっぽい。口が赤ちゃんの私にはちょっとかじってかじっていいんです。いいよ。どうかじったらいいですか。うわー、お口赤ちゃんでちゅねー。いっちゅう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 生クリームまでまだ行けてない。でももう口がついてる。口がついてる。あの粉砂糖がまずめっちゃかかってて、うん、めっちゃ甘いですよ、うん、今ペラッと舐めた生クリームめっちゃ甘い、めっちゃ甘い、甘々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 です。じゃあ、あ、クリームうまっ。めっちゃうまい。これどうやどう分ける。自由適当、うん、多分全部いけない、うん、食べれない。鼻が甘い。逆に大口マンが食べたらどうなるの。これまだ大体手つかずです。ほぼ一口目いきます。どう。あう。それでもこれだよ。これやばい、やばい。なんか近くて取れる。めっちゃブリッフ。テレビ出てきた。いい意味で。いただきます。ありがとうございます。やば。あ、下側にソフトクリーム。あ、
最高。生クリームめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいっすよね。なんか程よい適度な甘さ。そういい甘さ。ああ、ほんま。早く食べたい。カスタードも多くない。カスタード全然見えてないよ。下らしいっすね。下ほら、結構掘ってるよ。そこ追加いく追加いく。結構きつの前。頑張ったね。頑張った。この間人狼のイベントで私シャンパンサンクスで食べきったからね。待って、まばたきの瞬間取れた。うま。美味しいよね。うま。すごい食べやすい。甘い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 。食べる一口はやっぱ大きいから食べにくいんだけど、食の進み方で言うと食べやすさがすごい。大丈夫？麦食べる？食べよ。食べる。うん、食べよ。いいよ、ありがとう。ありがとう。断面がすごい、ほら。なんかね、甘いのとね、今ね、味噌とね。ちょうど。昨日のやつと違った。なんか綺麗な断面が。綺麗だよね。あ、綺麗。あ、上手だからね。上手だわ。いいやん。甘クリームの気がすごい。これほぼ私しか食べてないから。食べてない人しい。これです。やばいね。え、ナイスのスイーツじゃん。いいスイーツです。なんか重すぎないよね。うん。大きい割に。うまいね。は、いや、この壁の上のとって。なんか、え、箸でシュークリームを切れる女すごくない？すごい。うま、うん、お、踊った。小刻み。うん、うん、どうしたどうしたんだどうした一回さ、おいしさ一回だってどうしたんだ箸は偉いな。切れねえのな。そうなんじゃん。だから伊達さんの箸の使い方がねすごいんじゃん。箸圧が強い。箸圧。出ました。ダンスイクムーギー。商品化まだですか。ダンシングムギの商品化はまだですか。できそうじゃん。できる。だからさ、もうなんか古墳とかからさ、ダンシングブラウンって言ってさ、顔をさパーンって抜いてさ、無理にさ雑にペタッと引っ越すの。フラ感がすごい。これすごいな。この絵図はやばいっす。こっち向きなんだよ。はい、結構だ。うん。シュークリーム大戦争やばいな。これは割と戦争感ね。争奪戦感。すごい。やば。やば。見たこの顔が。美味しいですか。美味しいです。美味しいですか。刺身でながら。美味しいですか。美味しい顔。そういう意味の美味しいですか。私が10年に入ってるとずっとやめるんです。複雑。別荘食べます。やめる。ルールじゃない。私とね全面だから。私が顔面ローソン大体をやめてる。顔面押しは高い。今のジュジュは箱押しです。大切なことに、うん、大丈夫。箱って言っとけば大丈夫。麦のいろんな縛りが見えてきた。そう、箱押し。言っとけば大丈夫。
この店に行きたいなって思わなければ大丈夫。